ジョン・ランディ、ジョン・ランディは、オーストラリアの陸上競技選手、政治家。1956年メルボルンオリンピックの、銅メダリスト。第26代、ビクトリア州総督。ビクトリア州メルボルン出身。ランディは、1500メートルのランナーになる以前から、この競技を観戦することが好きであった。大学に入学後、本格的に競技を始め、1952年には、 ヘルシンキオリンピック出場を果たす。この大会では、1500メートル、5000メートルにエントリー、したが、共に、予選落ちという結果に終わった。ランディは1954年6月21日、フィンランドのトゥルクで行われた大会の1マイルで3分58秒、0の世界新記録をマーク。先月に、史上初めて4分の壁を破った。 イギリスのロジャー・バニスターの記録を更新した。なおこの時、1500メートルのラップでも3分41秒8を記録しており、世界新記録であった。史上初めて1マイルで4分の壁を破った両者は、同年8月のカナダのバンクーバーで行われた、コモンウェルス・ゲームズの1マイルで対決する。ドリームレースとも言われたこの対決は、両者とも4分を切る高速レースとなったが、 ランディはバニスターに敗れ銀メダルに終わる。ランディは1956年地元で開催されるメルボルンオリンピックに出場を果たす。1500メートルで優勝候補と見られていたがアイルランドのロン・ギラにドイツのクラウス・リヒツェンハインに敗れ銅メダルに終わった。ランディはその後オーストラリア労働党の政治家として2001年に第26代。 ビクトリア州総督に就任する。2006年3月には地元メルボルンで開催されたコモンウェルスゲームズでは開会式でクイーンズバトンリレーの最終ランナーを務め大会終了後の2006年4月に総督を退任した。ありがとうございます。